はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は今話題になっているガチャ引いていこうかなと思うんですけども、これ4周年カウントダウン限定アルティメットチャンスガチャとかいうね、アルティメットガチャなんですけども、記念キャラ&無双キャラゲットのチャンスというわけで、まあいわゆるお祭りガチャですね。他のゲームで言うところのフェスみたいな感じのガチャなんですけども、まあその名の通り限定キャラ無双キャラ大集結という、ガチャになっております。でなんと素晴らしいことに、10連32回引いたら、無双キャラ1体が無料でもらえるというね、なんともお得なんですけども、ラインナップ、柱間さん、ベジット、ボンゴレショット、まあ、この中やったら僕はジョットをおすすめしたいかな。友情技クソぶっ壊れなんで、僕はジョットが一番強いんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、全員情報修正されるんで、まあ、まんべんなく強くはなったかな。ジョットクソ強化されたんで、なおさらジョット僕は進めたいなとは思うんですけども、先ほど言った10連32回っていうのは、3万2000ルビーなんですよ。えぐい3万2000はえぐい。アホみたいにルビー使わなあかんのですけども、まあ仕組みとしては10連1000ルビーのみで、1ステップ目普通に1000ルビー使って、2ステップ目、星5キャラ1体確定で、3ステップ目普通に引いて、4ステップ目星5キャラ確定で、5ステップ目普通に引いて、6ステップ目も、星5キャラ確定で、7ステップ目引いて、8ステップ目引いたら限定キャラ1体確定で、その8引いたらまた1回目に戻るという、それを4セット繰り返すというガチャになっているんですけども、普通の無双ガチャやったら、間に無料分があるんで、2万4000ルビーで、普通の無双キャラはゲットできるんですよね。まあ、その、普段のと違うのは、限定キャラが確定で出る。要所要所ごとに。これをどう取るかですね。普段のガチャより8000ルビー高いけど、その分限定キャラしこたま出る。あと、星5キャラクターも結構出るっていうのをどう捉えるかですね。まあ、人によっては、無双キャラ引くにはもう2万4000も使うし、もうそれやったら、8000なんか、もうビビたる差やし、3万2000高い、そんで限定キャラクターが確定で出る。普通の無双ガチャは2万4000ルビー払って、限定キャラクターが一人も出ずに、無双キャラ天井という可能性も全然あるんで、だからそれやったらこっちの方がお得なんじゃねって考える人もいれば、いやいやいや、ルビー高すぎるやろ、8000低い方が絶対にいいっていう人もおるんで、まあ、これ結構コメントとかにももらってたんですけども、僕はどう思うかなんですが、どっちでもどうでもええかなあるまじき無責任発言なんですけども、どうせ引かへんし僕は天井まで、だからまあどうでもええかな。限定キャラのラインナップはこんな感じで、どこまで出るかっていうと、2021年の3.5周年までですね。10月頃までの限定キャラクターが出ます。まあ、だから、限定キャラ確定の8ステップ目で、2020年以降のキャラが出たら勝ちですね。まあこれ誰かっていうのは調べてもらったらわかると思うんですけども、まあ、無双キャラなんかがね当たったらもちろんのことが勝ちなんですがっていう感じですね。はい、まあ、というわけで今回はこのガチャ運試しに、まあ10連ぐらいは引いても神様許してくれるんじゃないかなと思うんで、10連一発引いてみようかなと思います。ちなみに僕は、無双キャラクター全員持っているんですけども、そんでまあ技レベル等々カント2のキャラクターもあるんですけども、ただしかし無双キャラクターの運が6ってかっこよくない？あの人天井2回回したんっていうね、錯覚を起こせるんで、ぜひともね、皆さんの目を欺いていこうかなと思う。10連で無双キャラ出たらガチで勝ち組やねんけど。頼む。
4周年始まる前に夢見させてくれやしませんかね。僕ね、4周年になったらね、運が爆発するんですよ。だからこのカウントダウン期間でも運が爆発するんじゃないかなと思っているんです、そりゃそうやわなというお話ですね。そんで皆さん思ったでしょ、おいおいと、ガチャ引くまでにこんだけ時間使っといてお前10連しか引かへんのかと、もう1000ルビー残っとるやねんか、お前もう一発引けって思ったでしょ。行きましょう、引きましょう。なんかね、ここで終われへんねんな。そんでめちゃめちゃ限定キャラ引きそうな気がする。ここ星5確定なんで引きましょう。そりゃあね、そんなもん引くしかないやん、こうなったら。あ、今現在時刻23日の23時ですわ。はい、深夜テンションというわけでね、パッキがバカになっているんですけども、いや、これはバカになって大正解だと僕はそう思っておりますね。なぜなら限定キャラクターを抜くから、めちゃめちゃ来そうな気がするんですよ。何枚ですか？はい、限定キャラクター来いよ、ボンと。